どうもディフェンディングチャンピオンの林康博ですよろしくお願いいたします得意なジャンルは都市伝説ですそして今回僕がお話しさせていただくタイトルは前世鑑定ですよろしくお願いいたしますこれは数年前僕があるオカルト雑誌のお手伝いをしていた時のお話ですそのオカルト雑誌である斬新な企画が持ち上がりましたその企画というのは 10名の前世が見える霊能者を集めそして前世鑑定を行いその鑑定結果が一致するものがあればそれはすごく信憑性が高いいものなのななではないかそうういったような企画でしたそしてその企画を進めるチームの中で一番年の若い僕がその前世鑑定を受ける対象者となりましたそして結果を言いますと10名中3名の 前世鑑定の結果が一致したんですですがその比較は没になりなぜか雑誌掲載にも至りませんでしたここからはなぜ没になったのかそしてなぜ雑誌掲載に至らなかったのかそこをお話させていただきますある鑑定を打ち致した霊能者が僕にこう言いましたあなたの前世はご先祖様です 簡単に言うと僕の親そのまた親そのまた親このどこかのご先祖様が僕の前世だそう言うんですそしてそのご先祖様でそしてその前世あなたの真後ろに立っていらっしゃいますよとそう言うんです鑑定はスタートしました田んぼが見える田んぼが見えるあなたの前世農家かもしれません僕の実家は代々お米を作っている農家でした的中です。そして、 うん、お城が見えるな、城下町かな。僕の出身は岡山県津山市。歴史を紐解いていくと、津山城という大きなお城が立っていた。そんな町なんです。的中です。うーん、前世は絵がうまい。あなたの近親者に、絵がうまい方はいらっしゃいませんか。うちの父親は、学生時代。ショベルカーの絵を描き、そのショベルカーの絵は受賞して、海外に渡ったと聞いております。 的中ですうーんあなたの前世妻子がいるんだけどなぜかおお城のお姫様に恋をしていいたたみたい僕の前世お城のお姫様に恋をしたんですかへえ<ー>ですがそこでなぜか霊能者の鑑定はストップしてししてままいましたここから先は聞かない方がいいあなたのためにもならないうんい一回ストップしましょうね聞かない方がいいショック受けるから。ですが僕はいいやいや このまま全然聞いてもいいですよ全然ショック受けないんでお願いしますそれに僕の前世ですし聞く義務はあると思うんですお願いしますさとさせてくださいそう言うと霊能者は渋々ですがその鑑定を再開させてくれました聞かない方がいいと思うんだけどなじゃあ話させてもらうねあなたの前世ね首を跳ねられて処刑されてますよそう言うんですえ僕の前世首跳ねられてるんですかそれはその説 とかなんか人を殺めてしまったりとかそういうことが理由ですかいや違う違うそういうんじゃないそういうんじゃないあなたの前世ねあのお城のお姫様に恋をしていたのでねそのお城のお姫様が城下に降りてくるそんな日があったのねであなたの前世はもちろんそのお姫様を見に行ったそこでお姫様を見ながら模写を始めたのそしてその模写は完成した。なんだけども ななぜだかかわらない私もなぜだかわからないんだけどあなたの前世その後茂みに隠れてその完成させたお姫様の絵を断世紀に巻きつけてオナに始めたのオナにね私もなぜだかわからないでそこをお城のお侍さんに見つかって首をはねられて処刑されたそういうことあなたの前世そういう前世そう言われたんです僕はびっくりしましただってそうでしょ 僕の前世茂みに隠れてオナニーしていると首はねられて処刑されてるんですよショックでしたいやいや聞かなきゃよかったわそうも思いましたあともっと強く止めてくれよ僕は霊能者を恨みもしました腹も立ちましたですがその結果を10名中3名が一致させてるんですということはすすごく信憑性が高いんですねこの企画で分かったことは僕の前世がすごく高い確率で ド変態だったそういうことが僕は言いたいんですそういうことが理由で雑誌の掲載もなくなり没になってしまったそういうことなんですねで僕がこのお話を通じて言いたいのは僕の前世がド変態だったとか、えー、雑誌の掲載が没になってしまったそんなことはどうだっていいんです僕がこのお話で伝えたかったのは私霊能者ですそういう人はたくさんいらっしゃいますですがほぼほぼ僕はインチキだと思ってます ですがその中にも一握り一握りは本当に霊霊力を扱えるる能者がいいと僕は信じています。そしてこれを見ているあなたが「私前世が見えるんです」という霊能者にお会いした時にどうかバカにせずに占ってみてもらったらいかがでしょうか僕のようにおかしな真実が明らかになるかもしれません。以上です。ありがとうございました。 もし私が第4回「紅白オカルト合戦」に出場した暁にはこちらのプレゼン「2017年東京に大災害が」というオカルトのプレゼンをさせていただきますこのお話は僕が見つけた100年のジンクスこちらに当てはめると2017年来年に東京に大災害がやってくるのではないかとそういうようなお話なんですすぜひ僕に清き一票おお願いしますよろしくお願いいしししままよろくす。